絵本作家張新太、最初の仕事は映画の看板書きだった。22歳の時、東京日日新聞の漫画コンクールに応募。4コマ漫画ロング鏡が入選した。ロング鏡のテーマはロングスカート。ロングは長、新人だから新、太くたくましく生きたいから太しの田。ペンネームは当時のデスクが命名した。ナンセンス漫画の神様が誕生した。Un créateur unique. Vision.